さて、新春の東宝原作実況謝罪、東宝奇獣の部門4年始まりました。ゆっくり読むです。新春どころか春になってしまいました。しかも桜が葉桜に変わってる季節だそうですね。ゆっくりマリサです。毎度おなじみのゆっくり霊夢です。編集最高責任者の赤本さん、視聴者に一言。みんな明けましておめでとう。今年も一年よろしく。さて、それでは早速前回の続きからやっていきましょうか。今回は4年の地獄からだな。てか早速中ボス戦に入ってるじゃないか。まあここの動画ってぶっちゃけ道中全カットしても問題なさ。ボス戦入りました。おい、本当に道中全部カットしやがったぞ。あ、今回も各年ごとにゲストがお越しになっています。4年ゲストはこの方、吉兆八重さんです。八重さん、一言どうぞ。どうも皆さん、秘訣組の組長、吉兆八重と申します。組長とかとんでもないキャラ出ちゃったよ。おい、八重さんは吉兆界という動物霊たちの弱肉強食の世界の住人で、途中、水中、暗闇等からの奇襲を得意とする動物の霊たちの組織、秘訣組のボスでもあるんですよね。他にも吉兆界には、ケイガ組、強力同盟、そしてもう一つの謎の組織といった巨大組織がありまして、それらでシェアを奪い合っているそうです。あれ、東宝ってヤクザモンのゲームだったっけ？ちなみに今作に登場するカワウソ霊なんですが、あれはうちの国のものなんですよね。へぇ、他の霊たちも組織の奴らなのか。はい、狼霊はケイガ組、大足霊は強力同盟に所属しています。ってことは、今回幻想郷に動物霊が湧いたのは、あんたたちの仕業なのか。幻想郷に動物霊が湧くなんて異変起こってたの。おい主人公。まあ、異変の原因は私たちらでもありますね。でも本当の敵は私らではなく、ここにはいることはこいつらをぶっ飛ばせば万事解決ってことね。人の話くらい最後まで聞け。申し訳ございません。俺が逆らう気力を失わせる程度の能力。おっと、こうしてるうちにラストスペル。この動画のタイトルってゆっくり実況だったよな。マリサさん、そのことについて考えたら負けということにしておきましょう。そうだな。話を戻しますが、地獄の隣の吉兆界、そこの中心にひときわ目立つ建造物があって、そこが敵の本拠地なんです。ほう、敵は地獄にはいないのか。え、そういうわけです。よし、4年も難なくクリアできたわ。さっさと次のステージ行きましょう。あ、そうだな、いざ地獄へ。人の話聞いてましたか。そういえば先ほどちょっと気になることがあったんですよね。気になること？はい、ちょっとこの写真を見てほしいんですけど。これって確か前回のやつだよな。え、奇獣3年の最後の場面ね。この後当時流行りのどっかの波紋系アニメの矢印に惹かれたのよね私。これがどうかしたんか。はい、この写真の右側についてなんですけど、なぜか最大得点とかスコアとかが今回の4年開幕時の数字と一致してないんですよ。へぇ、すごい観察力ね。ヨウム、そんなことに気づくなんて。ただでさえここの視聴者様たちは私のプレイにすら目もくれてないというのに、ゴーム上生配信の賢者の意思取得の時なんて誰も反応してくれなかったもんな。まあこのチャンネルのことだから仕方ないですね。仕方がない、仕方がないね。あと1年待ってくれます？にしてもなんで数字が一致してないんだ。簡単な話ですよ。前編と後編のプレイデータが違うんです。違うプレイデータを取ってたってこと？どうしてそんなことを。ここまで来たら勘のいい視聴者様は察してるんじゃないですかね。ねえ赤本さん、聞く。千切りにしましょうか。います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 。それが逆らう気力を失わせる程度の能力。それ私のですよね。さて、5年のボスは埴輪兵団の長、上等軍真由美でーす。どうも。話をそらさずさっさと説明してください。申し訳ございません。速急に説明させていただきます。ですね、最近新しいパソコンを買ってもらったんですよ。しかも結構上等なものを。つまり編集効率が大幅に上がって毎秒投稿が可能になると。無理なんだ言わないでくださいレイムさん。それで今まで使ってたパソコンから新しいパソコンに編集ソフトのデータやらよく使うファイルやら何やら移動させたわけですよ。結論から言うと、見事に東宝原作の全データ置き忘れて実況者採用のリプレイがちょっと。バカかこいつ。というわけだそうです。はいはい。さて、現在5年の吉兆界にいるわけですが、地獄は本当の敵は吉兆界にいるってさっき言ってたよな。え、じゃあボスは地獄関連の連中じゃないんですか。違います。ミマ様がラスボスじゃないんですか。ケーキ様がラスボスです。は、じゃあこの5年ボスがミマ様。どう見ても違うに決まってるでしょうが。霊夢さん、これ霊殿や風魔録じゃなくて奇獣ですよ。そんな、それじゃあマリちゃんのミマ様に勝っちゃった。ふは、最後一遍残さず消し済みにしてやろうか。メルトダウンってなんだろうな。乙女マリちゃん可愛い。乙女でーす。はい、ラストスペル入りました。私あまり喋ってない気がするんですけど。まあ、どっかのアホの方に結構シャフ取ってしまったからな。ケーキ様に頼んでブーゾーにしてもらおうかな。はい、ごめんクリア。残り3機数を。結構余裕そうですね。まあ、レイムちゃん天才だからねー。綺麗殿か精錬戦実況します。遠慮しておきます。ついにラスボス戦入ったぜ。奇獣6年のボスはこの方、ハミヤス新ケーキさんです。さっきも前回も見たわ。ケーキさんは、霊長園という、吉兆界にある建物内の人間霊たちに召喚された神様だそうで、偶像を作り出す程度の能力で、高性能な偶像を生み出せるみたいです。5年ボスの真由美さんも、彼女によって作られた存在なんですよね。名前や能力とかからして、元ネタは古事記の、ハミヤス姫の神だろうな。月の都に関わる人物たちといい、東宝って、古事記ネタ多いですよね。5年古事記とかハミヤスなんたらって何。おいみこ、そういえばこの動画って、一応新春実況者祭のなのよね。一応、だから少しはそれっぽい会話もした方がいいんじゃない。
確かにそうだな。と言っても去年とにさような話をするのもあれですし。あ、自分から提案があります。なんで死んだくせに平然と湧いてんだお前。何度でも蘇るか。そんなことより提案って何ですか。あ、ね、ボスを倒すまで喋っちゃダメっていうルールのゲーム企画とかやってみない。本音は手抜きで楽な編集がしたこうしているうちにスペカ3枚目。線形、線形造形術。このスペカは四方八方からレーザーが来るやつね。密度もそこまで高くないし、結晶弾とレーザーの予告線を見極めれば、線を見極めれば、見極めれば、こんくらい楽勝です、楽勝です、楽勝です、楽勝です。霊夢さらっと。はい、そんじゃ次のスペカ行きましょうか。なぜか急に実況するようになったな。もうネタが思いつかないんだよ。ここまで来たんだから残り数分くらい粘れよ。ハニは、偶像人馬造形。ここ難しそうだからゴム使おう。とかスペカ名言ってる時にゴム使うのやめてくれます。なんやかんや言って残り3枚ですね。残り残機もスペカも余裕そうだな。これは勝ったも同然ね。というわけでご視聴ありがとうございました。最後まで実況しろ。形造形術。このスペカは太陽の結晶弾が飛んでくるスペカですね。赤弾は固定、青弾は磁気狙いみたいですよ。知らん、こんなんゴムじゃゴム。ゲーム実況者として、もうちょいいいところ見せた方がいいんじゃない。ここのチャンネルは茶番劇が主なんだよ。こうして実況シリーズに失踪ものが増えていくわけです。実況シリーズから逃げるな。それより、残り少しっぽさそうですね。ジオメトリッククリーター。ん？なんか周りから動物霊が湧いてるんだけど。どうやら狼霊が応援を呼んだみたいですね。残りのスペカは体力がやや多く、難易度が少し高いのですが、これなら結構いけるんじゃないですかね。お、狼霊。お前。よし、狼霊たちだけの力でラスボスを倒して、やっぱゴムの力も使うわ。出ました、スピード撤回。さあラストだぜ。イドラディアボルス。大量のクナイ弾がばらまかれるスペカね。てか画面がカオスすぎてめちゃくちゃ見えづらいんですけど。おい、狼霊頼むからさっさとこっちに来てくれ。セロアリングモードのせいで画面が余計に辛くなったじゃねえか。ふざけんな。援護に来ただけなのになんで怒られてるんですか。よし、相手の体力も残り少しね。ここでとどめの無双封印を食らいやがれ。どうだ、かっこよく決まっただろ。まともに避けもできないで何がかっこいいだ。あと体力ギリ残ってるし。うるせえ、倒したんだからんなことどうでもいいだろうが。はい、というわけで無事クリアしたので今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。適当すぎるでしょうが。もっと綺麗に終わらせろよ。